凶悪な連続爆破事件発生。犯人逮捕に燃える若き警察官、彼の配属先は。本日付で装備第4係に配属となりました早川優作です。警視庁警備部装備第4係。うちに所属してる限りはバディが必要だ。今日からこいつがお前のバディだ。警備犬は事件の発生を未然に防ぐのが主な仕事。警視庁でうちが何て言われてるか知ってるか。イディアって言われてんだよ。誰に何て言われようと関係ないわ。下がれ。なんだ犬っころなんか頼りにして。警察って案外間抜けなんだね。警備犬はあくまで警察官の装備品。人の命を救う盾になるのが使命だ。装備品って。爆弾検索以外に余計なものは一切するな。犬や犬やらしく俺たちのサポートだけしてくれればいいんだよ。俺たちも警察官です。このまま引き下がっていいんですか。これ以上犠牲者を出すわけにはいかない。犬やの意地見せるぞ。はい。お前はただの装備なんかじゃねえ。俺のバディだ。ドッグポリス純白の絆。